中島千晶です。水道橋博士です。今回は倉敷市に移住した先輩移住者をご紹介しましょう。はい、それでは先輩移住局員の笹川さん。はい、笹川です。倉敷市中心部の魅力をご紹介します。倉敷市美観地区で観光ボランティアガイドをしている笹川さんがおすすめするのは、美観地区の通りを一つ奥に入った場所にあるおしゃれなフルーツパーラー。フルーツたっぷりのパンケーキがおすすめです。見どころの多い倉敷市中心部ですが、季節ごとに開かれる様々なイベントも大きな魅力です。なんという色合いでしょう。まあ、なんという色合いでしょう。うわ、最高。倉敷市は文化的な街、イベントも多いので誰でも楽しめます。皆さん来てね。美観地区、綺麗な街並みでした ね。博士は美観地区はお好きですか？大好きですね。本当に近所でもう育ったんで、最近この電柱の地中化に成功してて、どこを撮っても素晴らしい絵はがきのような景色ですよね。倉敷市中心部は美観地区をはじめとして見どころも多いですよね。そうなんですよ。先ほどね、笹川さんも言ってましたけど、文化的な催し物なんかも多いから、こうお年寄りの方々も参加できますね。笹川さん、第二の人生を楽しんでいらっしゃいました ね。二人とも倉敷ぴったりハマったみたいですね。そうですね。倉敷市は移住を希望する方を応援しています。詳しくはこちらまで。